ページング方式。ページング方式。ページングとは、コンピュータのオペレーティングシステムにおいて、記憶装置をページと呼ばれる小さな単位に分割して割り当てを行うアルゴリズム群である。仮想記憶のベースとなる設計の一つ。物理メモリ空間及び論理メモリ空間を基本的に一定サイズのページと呼ばれる単位に分割して管理を行う。 論理メモリから物理メモリ空間への対応付けはページテーブルと呼ばれる構造体で実現され、この構造体はオペレーティングシステム OS によって管理される。物理メモリ空間に対応付けられていない論理メモリを参照したときにはページフォルトという例外によって OS 側の例外処理ルーチンに制御が移行し、OS 側の管理によって適に対応したページを二次記憶等から読み込み、 テーブルを更新して、その参照した命令の実行に戻る。これを実現するハードウェアであるメモリ管理ユニット、ム、MM、の中にはトランスレーションルックアサイドバッファ、トランスレーションラーカサイドバッファー、TLB と呼ばれる一種のキャッシュがあり、ユニット内部ではこの対応表に基づいてメモリアドレスの対応付けを行っている。このテーブルから参照できなかった時を TLB ミスと呼ぶ。 この時の処理は、m むの設計によって異なり、m む内には TLB のみを持ち TLB ミスが即例外を起こし、OS がページテーブルを引いて TLB に追加することによって TLB ミスを解決するアーキテクチャやページテーブル自体のフォーマットが、OS が使えるビットを含めた形 m 無によって定義されていて、TLB ミス時に、m む自身が与えられた物理アドレスにある、 ページテーブルを参照するアーキテクチャもある。他の動的、メモリアロケーションに比較して、ページング方式では、プログラムに割り当てるメモリが連続である必要がなく、大きなフラグメンテーション、外部断片化がほとんど発生しないため、メモリを無駄にしない。プログラムは、ある時点でそのコードとデータを全て使用するわけではない。参照の局所性。そのため、必要に応じて、 ページをディスクに書き込んだり、ページの内容をディスクから読み込んだりすることで仮想記憶のコンセプトを実装できる。この点もページング方式が他のメモリアロケーション手法よりも優れている点である。ページング方式の主な問題点は、それを実装するコードが相対的に複雑になる点であり、特に仮想記憶を実現しようとすると複雑化する。他には、 ムが必要になるという問題もあり、古くて小さいマイクロプロセッサでページングを実装するのは困難である。例えば、X86 シリーズでは、i386 以上でないと、ページングをサポートしたムがない。また、ページ単位以下の小さなメモリを要求されてもページ単位でしか割り当てられないというフラグメンテーション、内部断片化問題もある。ページング方式では、 実際のメモリアクセスはページテーブルを使用してメモリ管理ユニットがハードウェアレベルで制御する。前述の通り物理メモリはページと呼ばれる小さなブロックに分割される。各ページにはページ番号が付与される。OS は未使用のページのリストを保持するかメモリ使用要求があった時に毎回メモリを調べる。最近の OS では前者の実装が一般的。 いずれにしても、プログラムがメモリを要求したとき、OS が、そのプログラムに何ページかのメモリを割り当て、それを、プログラム、プロセスごとに割り当て中のページを管理するリストに、入れておく、役中、ページそのものはプログラムが使用するので、それをリストに入れるわけではなく、物理ページを管理する、データ構造を別途作成して、リストに入れる。具体例を以下に示す。以下のような順番で、 ページの割り当てが行われた時のページアロケーションリストをテーブルに示す。結果として各プログラムのページテーブルには以下のようなマッピングが格納されるプログラムのページ番号を OS のページ番号。ここでプログラムが自身に割り当てられたメモリにアクセスしようとした時に何が起きるかを示す。プログラム A がロードメモリ 20FE。 20FE バンチからロードという命令を実行したとする。20FE16 進数を2進数表記すると、16ビットシステムでは0010000111110となる。ページサイズは 4K バイトとする。したがって、20FE バンチのメモリ参照要求を受けると、ムは、以下のようにこのアドレスを見る。ページサイズが4096バイトなので、んは、 アドレスの先頭、最上位ゲタビット群4ビットをページ番号、残りの12ビットをページ内相対メモリアドレスとして扱う。ページサイズが2048バイトなら、ムは先頭5ビットをページ番号、残り11ビットをページ内相対メモリアドレスとして扱うだろう。つまり、ページサイズが小さければ、ページ数が多くなる。したがって、 このメモリアクセス要求がなされると、m は、そのプログラムのページテーブルを参照して、マッピングされている OS のページ番号を得る。この例の場合、プログラム A の2番目のページは、OS の2番目のページに、マップされている。ついで、OS ページ番号に対応する、物理マッピングを得る。2番目の OS ページは、物理メモリアドレス1000、2000に対応しており、 プログラムが参照しようとしているアドレスのページ内、相対アドレスは 00FE なので、んは物理アドレス1000、20FE の位置のメモリにアクセスする。以上はあくまでも概略である。最近のコンピューターアーキテクチャでは、様々な手段でページングを高速化している。例えば、i386K アーキテクチャのプロセッサも他のプロセッサと同様に、 TLB と呼ばれる特殊なキャッシュを持っていて過去にアクセスした仮想アドレスと物理アドレスのマッピングを保持する。したがって一度ページテーブルを参照してマッピング情報を得たらスワップアウトされたり TLB のエントリーが他のマッピングに転用されるまで時間のかかるページテーブル参照をせずにマッピング情報が得られる。ページングの主たる機能はプログラムがその時点で物理メモリ ラムのマッピングされていないページにアクセスしようとした時に実行される。これをページフォールトと呼ぶ。オペレーティングシステムはページフォールトによって制御を得てプログラムからは見えない形で処理を行う。その流れは次のようになる。これをページインと呼ぶ。必要とされる全データを格納できるほどラムがないという状態になるまで空のページフレームを取得する処理は ラム上の使用中ページを奪う処理を伴わない。全ページフレームが使用中の場合、空のページフレームを得るには使用中のページフレームを選んで空にする処理が必要となる。選択したページフレーム内のデータが前回ロードされてから変更されている場合、いわゆるダーティ状態、二次記憶装置の対応する位置に書き、戻さないと解放できない。これをページアウトと呼ぶ。 そうでない場合、選択したページフレームの内容は二次記憶装置の所定の位置にあるものと同じなので書き戻す必要がない。そのように使用中のページを奪った場合、もともとそのページを使っていたプロセスがそのページにアクセスしようとした場合、同様に空のページフレームを取得してページインする必要がある。効率的なページングシステムは空にすべきページフレームとして 短期間では必要とされなさそうなページを選択しなければならない。そのためのページ置換アルゴリズムには様々なものがある。多くのオペレーティングシステムはリースとリーセントリーユーズドロールアルゴリズムに類するものを使うか、ロールそのものは現行のハードウェアでの正確な実装は困難であるワーキングセットベースのアルゴリズムを使っている。さらに応答性を向上させるため、 ページングシステムは、どのページがすぐに必要とされるかを予測する。様々な戦略を活用する。プログラムが参照する前に先行的にページをロードするシステムもある。アクセスしようとした時に、物理メモリをページに割り当てる方式を、デマンドページング、デマンドページングと呼ぶ。還元すれば、ページフォールトが発生した時に、物理メモリを割り当てる。 プロセスが実行を開始した時物理メモリは割り当てられておらず、プロセスのワーキングセットの大部分が物理メモリに置かれるまでページフォールトが発生し続けることになる。これはチェーンロード技法の一例である。デマンドページングの利点、欠点。Linux のようなユニックス系システムでは、ママップ、システムコールもデマンドページングによって実装されている。それは、 新たなプログラムを実行する際にも適用される。OS は実行ファイルとそれが依存するライブラリー群をマッピングするが、その時にファイルの中身を物理メモリ上に実際にロードすることはない。マッピングがリードオンリーで共有可能であれば、物理メモリに残っている内容をそのまま使って実行することもある。これをページキャッシュと呼ぶ。 使われていない物理ページには、スワップ領域以外のファイルに対応するページキャッシュと何とも対応していない完全な未使用ページがある。一般に、ページング方式では、新たに必要となったページがページキャッシュにあれば、それを再利用し、なければ完全に未使用のページを使用する。使い終わったページは、その内容がスワップ領域以外に対応していれば、 ページキャッシュとしてそのまま内容が保持され、スワップ領域に対応していた匿名、アノニマスページは完全な未使用ページに戻される。もちろん、完全な未使用ページを使い切った上でさらにメモリを使用しなければならないときには、ページキャッシュが他の用途に利用される。このようにして、現に使用中でない物理メモリを有効活用して、なるべくディスクアクセスを減らすように工夫している。 ちなみに、ページキャッシュとして存在する領域を、ママップでマッピングすると、ページキャッシュがそのまま使われるが、リード、システムコールで読む場合には、ユーザーバッファへのコピーが発生する。スワッププリフェッチとも呼ばれる技法で、参照の局所性を利用して近い将来、参照されると予測したページを事前にロードしておく。プロセスが経験する、ページフォールト回数を減らす試みである。 例えば、ある参照でページフォールトが発生したとき、連続する数ページにもすぐに参照するだろうと予測してまとめてロードしておくといった戦略がある。また、ある大きなプログラムが終了して多くのメモリを解放したとき、ページアウトされていた他のプログラムがメモリを必要とするだろうと予測して事前にページインしておくといった戦略もある。フリーページの Q は ページフォールト時に使用可能なページフレームのリストである。一部のオペレーティングシステムはページの採用をサポートしている。すなわち、かつて奪われたが他に、再割り当てされていないページに対してページフォールトが発生した場合、ページイン処理をせずにフリーとなっている、東廃ページフレームをそのまま採用するものである。一部のオペレーティングシステムは、 定期的に最近使われていないページを探し、それらをフリーページの Q に追加し、当該ページが更新されていらった、ダーティな場合、ページアウト処理を行っておく。すると、ページホールと時に、空のページフレームがないということがなく、ページアウトを行う必要がなくなる。ユニックスでは、を使って定期的に全ダーティページを書き戻して、クリーンな状態にする。 Windows では、マ、ま、ダファイド、ページライターというスレッドが同じことを行っている。事前クリーニングにより、プログラムの起動や新たなファイルのオープンが高速化される。多くのプログラムは、ある程度動作すると参照の局所性によって命令。フェッチでもデータアクセスでもページフォールトが発生しない、安定状態になる。この安定状態で使用しているメモリ量は、 そのプログラムが必要とする全メモリ量よりも少ないのが一般的である。この安定状態をワーキングセットなどと呼び、そのプログラムが最も頻繁にアクセスするメモリページ群を意味する。仮想記憶システムは物理メモリの総ページ数に対してワーキングセットとして必要とされるページ数が小さいほど効率的であり、ページホールと処理にかかる時間は、 性能の支配的要因ではなくなる。非常に巨大なデータ構造を必要とするプログラムは、ワーキングセットも巨大となる傾向にあり、ページフォールトがコンスタントに発生するため、システム性能が劇的に低下することがある。そのような状況をスラッシングという。スラッシングの興味深い特性として、ワーキングセットが大きくなってもページフォールト回数は、ある臨界点まではあまり増えない。 その臨界点を超えると、ページフォールト回数が劇的に増え、システム性能がそれに支配されるようになる。その種の極端な例として、IBM のシステム360モデル67とシステム370でデータ転送命令の機械後がページ境界をまたぎ、データ転送元もページ境界をまたぎ、データ転送先もページ境界をまたいだ場合がある。その その命令を実行するには8ページがメモリ上になければならない。したがって最大8回のページフォールドが連続的に発生する可能性があり、スラッシングが発生するといつまで経っても8ページが揃わないという状態になる。スラッシングを解決する手段として次のような対策が考えられる。キャッシュメモリでのスラッシングを防ぐ、あるいは積極的に キャッシュヒット率を向上させようとする物理ページ管理手法をページカラーリングと呼ぶ。ページカラーリングはまた仮想インデックスキャッシュのエイリアス問題への回避策としても使われた。キャッシュは年々巨大化しているがページサイズは 4K バイトが一般的でこれはページング方式が一般化してから変わっていない。物理アドレスをインデックスとするキャッシュでは 物理ページと仮想ページのマッピングによっては、キャッシュ上で現に使用中のページの対応する位置が衝突してしまい、巨大なキャッシュを生かしきれない事態が発生することがある。例えば、キャッシュサイズが1 6 k バイトで、ページサイズが4 k バイトであれば、ページはそのアドレスによって、キャッシュ上で4種類の位置に対応することが考えられる。この場合、ページのカラー、 色が4種類存在すると称する。物理インデックスキャッシュでは同時にアクセスする、物理ページ群のカラーがバラバラであれば、スラッシングが発生せず、キャッシュヒット率が向上する。ページカラーリングの実装上の問題は、仮想ページと物理ページのマッピングは一度なされると、変更されることがなく、マッピング時点で、どのようなメモリアクセスパターンとなるかを予測できない点にある。 一般的には仮想ページのカラーと物理ページのカラーが一致するようにマッピングを行う。こうすることで仮想空間上連続な領域へのアクセスでスラッシングが発生するのを防ぐ。ただし、そのような実装をした場合に新たな問題が発生する。実行ファイルのテキストとデータの領域は仮想空間上切りの良いアドレスに配置されることが多い。そして、そのアドレスは キャッシュのカラーで言えば同じカラーとなる。したがってページカラーリングを行うシステムではカラーによって物理ページの使用率に偏りが発生することがある。するとシステム全体としては未使用メモリが十分であるにもかかわらず特定のカラーの空きページがないためにページ置換アルゴリズムが起動してしまい性能低下するといった問題が発生する。これに対処する方法は様々である。 仮想インデックスキャッシュでは、ある物理ページが複数のプロセスに共有されているとき、そのマッピング先の仮想ページのカラーが異なっていると困った状態となる。同じ物理ページでありながら、キャッシュ上の複数箇所に内容が置かれてしまうのである。これをエイリアス問題とかシノニム問題と呼ぶ。 この状態をハードウェアが検出せずに放置すると一方のマッピング経由で更新した内容が他方のマッピング経由では観測できないという事態が発生する。もちろん、ほとんどのシステムではハードウェアが自動的にこの状態を検出して対処するが、その対処による性能低下もある。キャッシュミス時に他のカラーの位置をチェックして、 エイリアスがあればそれらのキャッシュラインをすべてフラッシュして無効化する。一時期のシステムではこの性能低下が無視できないレベルであったため、OS がなるべくエイリアス問題を発生させないようにすることで性能低下を防ぐ必要があった。その際に使用されたのがページカラーリングである。ちなみに R4000 では二次キャッシュと一次キャッシュの間の矛盾状態をエイリアス検出に利用していたため、 二次キャッシュのないシステムではエイリアス状態を検出することすらできなかった。検出した場合も対処は OS 任せである。最近のシステムではキャッシュの性能向上によってペナルティが無視できるレベルになっているため、エイリアス問題への対策としてページカラーリングを行う必要性は小さくなっている。前日の通り、ページングとはメモリ空間を一定サイズのページに分けるのが 基本であるが、TLB ミスが多発すると実行効率が落ち、また、TLB ミスをソフトウェアで扱うとき TLB フォールトハンドラーをどう置くかという問題がある。このため、いくつかの M の設計では、最小ページサイズの倍数、多くは2のべき乗倍サイズのページをサポートしている。OS のメモリ管理に可変ページサイズをサポートさせると、断片化等の関係で設計が複雑になるため、 サポートされないことがあるが、このサポートのことをスーパーページという、その場合でも OS 自身を巨大なページに置くことによって実行効率を上げることができるので、そのような設計になっていることが多い。また、後者の問題の解決の一つとしても使用されることがある、その場合は、あるページを TLB から追い出されないことを保証できるようになっている。また、OS 用に アドレス変換されない領域を用意する運営の設計も存在する。マルチタスク、またはマルチユーザー環境では複数のユーザーが同じプログラムを実行するということがよくある。そのプログラムのコピーを各ユーザー用に作成するのはメモリの無駄遣いとなる。解決策としては、それらページ群をプロセス間で共有すればよい。共有する場合、 あるプロセスがデータを更新した際に別のプログラムがその更新されたデータにアクセスしないよう注意深く制御しなければならない。これをコピーオンライトと呼ぶ。歴史的にはページングという用語は可変調のセグメントではなく固定調のページによるメモリ管理を指すこともあり仮想記憶や二次記憶装置への転送などといった技法を含まないこともある。しかし近年では そのような用法は稀である。最近の一部システムでは、ページングと同時に、スワッピングという用語を使っている。歴史的には、スワッピングはプログラム全体を二次記憶に転送、あるいは二次記憶から主記憶に転送することを意味する。1960年代に、セグメント方式とページング方式の仮想記憶の概念が登場すると、スワッピングという用語は、 セグメント単位及びページ単位の二次記憶と主記憶間の転送を意味するようになった。今日の仮想記憶はほとんどがページング方式となったため、スワッピングはページングとほぼ同義に使われることもある。また、スワップファイルとの間のページインとページアウトのみをスワッピングと称することもある。仮想記憶のバッキングストアはラムに比べると何十倍も遅い。 しかも機械的稼働部分があると、さらに遅延が生じ、ハードディスクでは数ミリ秒単位の遅延になることもある。したがって、スワッピング、ページアウトは発生させないに越したことはない。OS によっては、カーネルのそのあたりの動作に影響する設定が可能なものもある。ユニックス系 OS の多く、例えば、X、Linux、Solaris は、 複数のデバイスを並列にスワップスペースとして使用でき、性能を向上させることができる。ページングは、プロセスが使用するアドレス範囲、仮想アドレス空間、または論理アドレス空間をコンピュータに実際に搭載されている、物理メモリ、物理アドレス空間とは異なる大きさにする手段でもある。多くのシステムでは、プロセスの仮想アドレス空間は、 利用可能な主記憶よりもずっと大きい。そのようなシステムでは、プロセスが利用可能な主記憶容量は実装している主記憶容量より少ない。実装可能な主記憶容量は CPU と主記憶を接続するアドレスバスのビット数で制限されており、例えば MC68000i386SX は、 内部的には32ビットの仮想アドレスを使用していたが、アドレスバスは24ビット分のピンしかなく、物理的に接続可能な出記憶容量は16メガバイトに制限されていた。たとえ物理アドレスのビット数が仮想アドレスのビット数と同じかそれ以上であっても、実際に実装可能な物理出記憶容量はそれより小さいことが多い。 それは例えばコスト的な問題のためだったり、愛、大ようにアドレス空間がハード的に予約されていたりするためである。3 2ビットのコンピュータで p イなどを使わなければ、最大式置く容量は 4GB までだが、その限界ギリギリまで RAM を搭載したシステムも珍しくない。IBM システム370は、ソモードでもアドレッシング可能な範囲は 2GB までだった。 ページングおよびスワップスペースはこの 4GB の限界を超えて使うことができ、そのためにメモリアドレスではなくディスク上の位置でアドレス指定される。リニアのアドレス空間の32ビットマシンでは、プログラムの仮想アドレス空間は 4GB までに制限されておりが、複数のプログラムでグループを形成すれば、その制限を超えることも可能である。個々の仮想アドレス空間の総和は、 ページテーブルがサポートするプロセス ID、または仮想空間 ID のビット数で制限される。セグメントレジスタ、例えばシステム370のインサーモードにおけるアクセスレジスタのあるマシンではアドレス空間の大きさは OS によっても未制限され、マッピング用テーブルのサイズだけが問題となる。仮想アドレス空間より主記憶容量が大きいコンピュータも少数ながら、 存在する。例えば、マジック -1、PDP-11 シリーズの一部機種、物理アドレス拡張付きの32ビットプロセッサなどで、ある。この場合、あるプロセスは仮想アドレス空間以上の主記憶を使うことができないため、仮想記憶の主たる利点が無効となる。従って、そのようなシステムでは、次のような別の利点を求めて、ページングを採用する。 複数の仮想アドレス空間の総和はページテーブルがサポートするプロセス ID、または仮想空間 ID のビット数、または使用可能な二次記憶装置の総量で制限される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。